ディヴァインは、アメリカ合衆国メリーランド州出身の俳優、歌手。体重100キログラムを超える巨体に、ドラッグクイーン姿で、ジョン・ウォーターズの低予算映画に登場し、強烈な印象を残した。17歳の時の写真子供の頃から体格が良く、女っぽかったために、学校ではよくいじめられていたという。ボルチモアの高校在学中に、後に映画監督となるジョン・ウォーターズに出会っている。 1966年、初めてウォーターズの作品に出演することになり、ディバインというキャラクターが作られることになった。特に、ピンクフラミンゴでは、世界一下品なのは誰かを競い合うというストーリーで、ディバインが犬の糞を食べるシーンは有名。この作品は、その悪趣味さから、現在では、カルトムービーとなっている。しかし、後に、 ディヴァインはこのキャラクターから抜け出したいと思うようになり、ヘアスプレーなどでは、ドラッグクイーンでない役で出演している。1980年代には、歌手としても活躍、ストックエイトキン・ウォーターマンがプロデュースした1984年の、You Sink You Are, A マンは、イギリスのヒットチャート20に入り、アメリカやヨーロッパなどのクラブをツアーして回った。日本では、アルファレコードから、 多くの作品が発売されていた。その一方、肥満から睡眠時無呼吸症候群に陥ったり、うつに悩まされたりしていたという。1988年、睡眠中に心臓発作を起こし死去。2013年にドキュメンタリー映画、I Am Divine が制作、公開された。ありがとうございます。